それは困るんだけど。困るって何がだよ。明日バイト入れてるって浩平君にも言ったじゃん。んなもん知るかよ。依頼主がそうしろって言ってんだ。つうかここから通えば問題ないだろうが。そりゃそうだけど、数日の間に荷物は届く。周囲に怪しまれないように行動すれば、あとは俺たちの好きにしていいって言ってるんだ。荷物を受け取るまでこのまま居座るつもり？で、こいつらはどうすんの？好きにしろってよ。ただし後片付けが面倒だから殺すなだとさ。へえ、好きに。ってことはさ、やっちゃっていいってこと？ああ、だが何かあった時にすぐに動かせるように片方だけだ。なんだ、自分をやれってか？たけし、お嬢様だ。そうか。